この演目はですね、岩戸神楽の最後に勤める舞であります。物語としては神殿において神を慰めるために神楽を奏し無事に終えたことを感謝、天下太平を祝い舞い納める物語の舞でございます。そしてまずは最後に納め神楽として回していただきます。最初に神楽始まる前にですね、氏神様とかに行ってまた神様にただいまから神楽を舞いますという舞にも使っております。それでは今から最後の舞を始めたいと思います。